西岡健介部落解放同盟の研究、水平社創立から100年、組坂茂之委員長にその存在意義を問う。ちょっとね、時間が空いてしまったんだけど、先月10日の記事ですね、文春オンライン。この記事についてコメントを欲しいという意見があったので、じゃあコメントしようかなというふうに思います。まずね、書いてあるのがね、組坂茂之中央執行委員長の自宅にシャブートが届いた。それにはですね、カミソリが入ってたデザインナイフか、デザインナイフの替え刃2本が仕込まれていた。滴り落ちる血を見ながら組坂委員長は協議よりむしろ激しい怒りを覚えたという。これはね、四日市市、三重県四日市市で投函されたもので、で同じようにね、三重県連や中央本部や大阪の事務所にこういうものが届いてた。あとアイスピックだとかカッターナイフの刃が入ってたっていうやつですね。これについて、ブラック解放同盟をターゲットにした陰湿なヘイトクライムだったって書いてあるんだけども、でもね、いや普通にね、普通に暮らしてたら、このアイスピックだのね、カッターナイフの刃とかが封筒に入って送られてくるってことはないわけですよね。で、三重県四日市市っていうところも、三重県ってね、なんかこう人権教育に一生懸命取り組んでるみたいなイメージがあるじゃないですか。それはあくまで表向きというかね、公式のものであって、じゃあ実際現地で地元の人なんかね、まあ部落の人なんかも含めて聞いてみると、その地元で感じるものっていうのは、やっぱあのね、このチャンネルの紹介動画でもあるあの恫喝動画、あのイメージなんですよ。やっぱしこの解放同盟とか部落っていうことになると、やっぱ背後にそういう暴力団っていうのが出てくる。あと右翼団体なんかも出てくる。でやっぱしこの解放同盟っていうと、やっぱ右翼団体と同列のようなイメージで、この右翼、解放同盟、暴力団っていうのはなんかね、セットにして語られるんですよ、大体ね。だからそういうことなんじゃない、まあそこはもう皆さんにさせていただくんだけども、まあ普通の、普通に暮らしたらこんなもの届きませんと。だから届くっていうことは、やっぱそういうことなんじゃないか、そういう恨まれ方をしてるんじゃないかなっていうことで、まあヘイトクライムとはまた僕はね、別の質のものじゃないかと思いますね。次に、まあ、8日高校事件なんかを引き合いに出して、この解放同盟についてですね、暴力集団という負のレッテルが貼られて、こう同和利権ということがね、まあ、2000年代に入ってから大々的に報じられて、利権集団というイメージがなおつきまとっていると。で、まあ、大衆運動なんで、いろんな人が集まってるからそういうふうに見られるっていうふうに言うんだけども、僕は違うと思いますね。例えばこういうね、利権絡みのこととか、こういう不祥事っていうのは、一部の問題っていうのは、日頃からね、そういうことを、まあ、やめようっていうふうに言ってるような団体 で、その中で不幸にもそういうね、一部の人がこういうことを起こしてしまった。それで、まあ、組織として反省としてね、もう再発しないようにしようっていうことをやって初めて一部の問題ってなるんだけども、解放同盟の場合はね、じゃあこういう不祥事が起こったからって言ってね、じゃあそれで全体をそんな風に見るのは差別だ差別だって言って、全然反省しなくて、また同じようなことをね、繰り返してるわけです。で、一部の人って言ってもね、もう県連クラスが関わってたりするわけです。あの岐阜県連だとかね、あとは三重県連なんかの問題もあるんだけども、県連クラスなんかが関わってることがあって、でさらにはそれについてね、反省しない、なんかもう組織全体で擁護する。で、こういうことになると、もう一部の問題じゃないんですよ。やっぱり解放同盟っていう、という組織の全体にね、この利権だとか暴力とか、そういうものを許すような素地がある。だからこれは一部の問題じゃないですよ、解放同盟全体の体質の問題です、これは。で、ここでね、全国部落調査のことについて、ネット版部落地名相関事件ということでね、書かれてるんですね。川崎市で出版業を頼む江村に対し、部落差別を助長するとして、まあ、裁判を起こしたっていうことが書いてあるんだけども、まあ、いろいろね、解放同盟側の言い分が書いてあるんですよね。川口くんなんか、どこからか前日の全国部落調査のニュースって、知らじらしいですね。これも裁判で、どこっていうのは僕言ってるんでね、社会事業大学って言ってるんで、そんなどこからかなんてとぼける必要ないんです。で、ちなみにこれについてはですね、週刊文春からは別に全く取材受けてないです。 M とか言ってイニシャルで書いてあるけども、別に僕堂々と取材受けるつもりあるし、取材受けたらね、別にこんなこの M とかね、イニシャルじゃなくて別に本名書いてもいいんで、だからなんでね、直接取材に来ないかなというふうに思います。まあ、どうせね、取材に来ても私の言い分なんか載せるつもりないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
で、あとはなんか MeToo やら LGBTQ やらなんかちょっと部落とは関係ないことがなぜかいろいろと書いてあるんだけども、まあこれは別に全然関係ないことなんで、あとどこと誰が本質っていうことで、ブラック差別の本質はどこと誰である、ブラック差別部落がどこなのか公開されれば被害を受けるのはそこで平穏な生活を送る部落区民である、なぜなら次は誰という差別意識に満ちた好奇の目や詮索にさされるからだ。いやでもこれはもう童話情勢っていうのはそういうことだったんで、どことか誰っていうことにね、そんな目を向けてほしくないならその童話情勢なんかやらなくてよかったし、で解放同盟もいまだにねその童話情勢続けろみたいなことをやるっておかしいんですよ。やっぱりやってること矛盾してますよ。そのどこ誰っていうか問題になるのはやっぱ童話情勢やってるし、そのいまだにね解放同盟が関わって、そのやっぱ行政というものがですね、その腫れ物を触るような扱いをして、でそれによってこの利権を得るっていうのが未だにあるからです、事実としてね。続きですね、人権童話教育はおろそかに、インターネットの差別や誹謗中傷はひどい中傷にあることは私もテラスハウス事件の木村花さんの件なので承知します。中学生や高校生が誹謗中傷を受け自殺する痛ましいケースも聞いてますって言うけども、でも解放同盟のね球団で自殺した人もいるわけですよ、ね、でまあ自殺まで至らなくてもやっぱそれで職場を追われたりとかですね、やっぱ人生を狂わされた人っていうのはいっぱいいるわけで、自分たちはねその人の人格を批判してね、人格破壊してボロボロにすることを生業としてきたような人なのに、いまだに差別中傷があってそれで自殺する人がっていうのは、それはねちょっと白々しいんじゃないのかなと。その自分たちが人をねその人格攻撃して吊るし上げるのはいいんだけど、他の人はやるのはダメだっていうことでね、まず自分たちがまず反省すべきじゃないですかね。それで人を差別者呼ばれりして吊るし上げるっていうのをやめたらいいんじゃないかなって思うんですよね。でこの記事の構成ってもよくわかんないですよね。この最後の方でまたなんか唐突に飛鳥会事件の話が出たりとか、あとはなんか松本慈一郎の話が出てたりとか、なんかちょっといろいろねあっちこっちに飛んじゃってるんですね。でもこれ 何が言いたいかっていうかね、この記事が出てきたっていうのはやっぱこの水平社創立から100年っていうところですね。西日本新聞なんかもそうなんだけども、やっぱ水平社100年記念のなんかそういう連載をやってましたね。でなんかね共同通信もね近々やるみたいです。だから多分ねいろんなメディアが来年というか今年ですね、水平社100年記念ということで、まあ解放同盟の提灯記事をやると思いますよ。ただじゃあその解放同盟の提灯記事をやることがじゃあ差別解消につながるのかって言ったら、そういうことはないわけですよ。やっぱしこのやっぱり水平社の運動、あのラムザイヤーさんの論文ね今自転車で載せてるんだけども、やっぱり水平社というものがそもそもねこれはやっぱテロ集団だったんじゃないかと。でやっぱり解放同盟に限らず、もう大正時代の水平社の時代からこの暴力利権集団だったんじゃないかっていうことはやっぱりね指摘されてるんですよね、ラムザイヤーさんの論文で。僕それは相当ね合ってると思うんです。私が言いたいのはですね、この文春オンラインさん、まあ、今後ね連載で似たような記事やるんだったら、いや自転車にね取材に来ていただいてもいいと思うんですよ。というかむしろ来ていただきたいんですよね。しかもちゃんとね言ったことを載せてほしいんですよね。信濃毎日新聞なんかね偉いですよ。その長野のね部落探訪動画について、僕はねあれはあの部落の完全解放のためって言ったらちゃんとその言い分を載せましたからね。なんかしばらくしたらこうネット版の記事がなぜか結構ねあの1週間ぐらいで消えちゃったんだけども、でもちゃんとそうやって載せてくれましたからね、うん、だから文春オンラインさんもねぜひねあの取材に来ていただければと思います。ということでねこの記事についての感想でした。